ॐ सहनावतु सहनोऽभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय आविराभिर्मयेधि रुद्रायत्ते दक्षिणमुखं तेन मां पाहि नित्यम्।神様、神様、非実在から非実在から実在へ実在へ導いてください。導いてください。無知の暗闇から無知の暗闇から知識の光へ知識の光へ導いてください。導いてください。死から死から不死へ不死へ導いてください。導いてください。我々の中に我々の中にお入りください。お入りください。あなたの優しい顔であなたの優しい顔で我々を我々を守ってください。守ってください。オーシャンディシャンディシャンディハリオン。ॐ शान्ति 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 हरि ओम।皆さんおはようございます。今日は前発表しました。今日は皆さんにメールもらいましたね。今日 Q&A のセッション知ってますか？皆さん知ってますか？知ってます？います。で、最初は皆さんから質問を聞きたいです。で、後で、で答えます。なぜ今まで時間の一つ、時間の問題で、あまり私だけ説明しましたけれども、皆さんから何が、こんなのことあるかな、かもしれない。ですが、来たことなかったですね。もちろん、個人的である参加者、時々電話で私尋ねましたが、私説明した、しましたですね。それはもちろん。ですけど、今、皆さん、これ参加者ほとんどいますから、皆さんから直接聞きたいですね。今まで、例えば先の感覚の抑制する、それと、いろいろやり方で、心のチェックする、ありましたね。時々チェックしてください。チェックしてください。で、それもありましたね。で、それについて、
何か質問あったらぜひ言ってください。なぜなら、それが勉強会ですね。本当は普通のトークではないです。これはディスコース、英語で。ディスコースですから、これはワンウェイトラフィックではない。私だけ言います。それではない。本当は皆さんは理解してほしい。その感じで、ゆっくりゆっくり進みます。早く私はもちろん、今ずっとウポニシャド勉強の準備ですね。まだウポニシャド入ってないですね。そのために時間かかります。どうして？なぜなら皆さんの、ね、準備、いろいろ何が、どのように準備、最初、聖典の考えで何が準備必要です。それで個人的で私はどこまでできます。それを決めないといけない。全部あなたは無理ですね。なぜなら、いろいろバックグラウンドが違いますからね。これ、理解のバックグラウンド、それからファミリーのバックグラウンド、仕事、いろいろ。で、それで、例えば、あなた皆さんは自分の家族を面倒見ないといけないんですから。で、それもあります。と、いろいろ考えて、どれぐらい実践ができる、それを考えないといけない。なぜならあなた、前言いました、1月の話、前の話の時、実践、実践、実践ですね。里のこと、蜂蜜、ハニーですね。何回も聞いて、勉強して、もし飲まないと、それが味がわからない。それで助けない。そして私は何回も同じこと言ってます。我々もできるだけ従ってますね。実践。ですけれど、皆さん、個人的でどれぐらいできる、それを決めて実践して、その感じで一歩一歩一歩進みますね。でそして私は繰り返し繰り返し同じこと言っています。それのために理解しないと、何を実践しますか分からないですね。と我々のあなたは皆さん分かりますね。バグワッドギターを参加者、ウポニシャド参加者。我々の話は、聖典の中に何がある、それだけ説明してない。できるだけ我々の人生、毎日の生活の何が関係あります。そのことを考えて私は話してます。それではないですか？これはティオリーだけでは話さないで、できるだけ実践したいなら、何をした方がいい？自分の経験も少しありますね。我々はできるだけ実践してますから。途方の勉強して、自分の考えで、自分の実践の経験で、どのようにその聖典のいいことを勉強し、実践しできる。それも俺は一緒に聖典の勉強とこれを合わせて、ティオリーとプラクティス、両方ね。ティオリティカルとプラクティカル。それで多分我々のその勉強会の特徴とも言います。皆先生が聖典、してないかもしれないですね。で、我々の特徴はそうです。そして私は、さっき言いましたで、何が皆さんの混乱のことありますから、どうぞ言ってください。最初は、俊子今井さん、はい。おはようございます。おはようございます。はい。前回の、お話の中で、欲望を止めたいなら、一時的なものとか世俗的なものを考えないようにしましょうっていうお話がありました。うん、これは、確かです。確かです。はい、そうですね。で、それについて考えたときに、うん、例えば仕事のことや夢、うん、目標、うん、
とか、いろいろな自分の考えはすべて一時的なものです。なので、私たちは過住者ですので、これでは仕事ができないなと思いました。その場合、どのように考えたらいいでしょうか。わかりました。それで、また別の質問、三田村さん。はい、おはようございます。おはようございます。どうぞ。この前、マハラジが、心に気づかせるアワネスっていう話をしました。そうですね。無意識でみんなやってます。そうですね、ほとんど。うん、それを意識的にしてくださいっていう話。仕事の時、ちょっと気づいて、もちろんしないと、ミスがばっかりですから。ああ、そうですね。ね。で、他の仕事は結構、ね、無意識でする可能性ありますね。それでどうぞ。気づくことがやはり全くできない人とか全くできない、そうすると気づくことができません。心が何を考えてるかわからない、そういうまた気づく前の人そういう人はどうすればいいんですか。これあなたの質問な、例えばあなた別の人のことを考えてそういう質問していますか。私もたまにありますけれども、多くの人と話をすると、気づかない、それに気づかない、後から話すると気づく、でもまた自分一人だと気づかない。気づきの何がイメージ、あなたは何ですか。気づき、例えば、何ですか。気づきについてあなたの何がイメージ、例えば自分が今欲望が出てるのか、出ていないのか、エゴがあるのか、エゴがないのか、そういうの心の動きが気づかない。ですから、我々気づきのイメージは OK、最初は分かります。後で答えますね。ちょっとメモしてますね。OK。それからもう別の方。どうぞ、時間がね、大事ですから、ただ手を上がって行ってください。そして時間が無駄になります。はい、マハラジ、ああ、新田です。いいですか。どうぞ、前ね、この前のお話で、欲望は満たしてまた出るっていう、欲望ね。欲望を満たすしてもまた出てきますっていうお話がありました。もう一回言ってください。欲望わかりますか。欲、これが欲しいとかあれが欲しいとか欲求です。がでまたね、それを満たしてもまた新しく出てきますっていうお話を先週されたんですけど、前にね、多分ギータとかそういう勉強会でその満たすともっと欲しくなる、その欲望がどんどん増えてくるっていうお話がありましたけど、それを止めることはできるんですか。それをやっぱり欲を満たさなければ欲望っていうのは消えるのでしょう。前のショーンスカールを例えば思い出して、例えば満たさない。前のサンスカラ、前のサンスカラ、記憶を目覚めさせる。目覚めるですか。目覚めて、ええ、
Awakened? うん、awaken、目覚める。で、あね、またサンスカールが出ます。うん、あなた、そのことですか？はい、多分そうです。欲っていうのを満たすと、もっと出てくるっていうお話を前にされたことが。それで何が必要なんですか？うん、だからその欲望だから、そのもっと欲が出ないようにするにはやっぱり気づいて自分をコントロールしていくしかないんでしょうかっていう。それのために話してではないですか、うん、例えば、うん、それでいいんですか、これ感覚の、はい、これ抑制、感覚と抑制それ、うん、その関係でその話ありますね。はいはい、そうですけど、あ、もっと、うんうん、っていうことです。わかりました。それでもう別の、はい、うん、別のどうですか、はい、どうぞ、はい、あのその自分の名前と言ってください。おはようございます、中村育子です。育子さん、どうぞ、はいはい、あのその欲望のことについてなんですけど、うん、あの結局考えないようにするということで、うん、それだけで、まあ、例えばその考えないようにするためにジャパをしたり、まあ、あの神様に気を向けるというそういう行為を行うようにして、考えないようにするだけでその気づきっていうのは自然と起こってくるのでしょうか。ただそれをするだけで良い気づきっていうのがこう私たち自分で気づけるのでしょうか。もう一回、ちょっとなぜなら、はい、考えない、それが最初難しいです。なぜなら、考え自然で出ますね。はい。ね、自然で出ますから、はい。そして考えないは最初から無理です。あ、はい。ね。それ考え出ない、それは結構、はい、進まないと、考えは出ないの状態が出ないです、ね、はいはい。そして皆さん、普通は考えは出ます、はい。出ますから、その後はやり方は何ですか、はい、それが質問が、はい。で、その考えないようにするために、そのジャパをしたり、あの、こう、お祈りをしたりということで、気づきのセンスっていう、うん、気づきのセンス。気づくことの力が湧いてくるのでしょうか。だってあなたの気づきのまた何がイメージですか。気づく力が弱いというか、自分で気づきはとても何が大きい、いろいろ意味ですね、包括的な意味がありますから、はい、そして最初は自分は気づきの何がイメージ出てますか。気づきのイメージは自分のこう心を見る気づきです。気づきはそれではないです。それは内省するはそうです。はい、あの識別するとかそういう気づきでもあります。あ、ちょっと気づきについて本当はこれ先言ってますね。我々は一つ論文は作りました。先これ多分我々次の本の予定ですね、それ出版、気づきそのテーマで、で、OK、気づきについて皆さん結構感謝しか少しだけ気づきを説明しますね。 OK、 それだからまた別の方の質問ありますか。何やだ、じゃあ時間すごいと、最初からそれのためには連絡しました。で、皆さん、これ質問ならぜひ言ってよ。千恵子森岡さん、何ですか。おはようございます、マハラージ。はいはい、すいません、私の方では質問は用意しておりません。え、ミタリエ ?No。No。Because you sometimes you give me call and ask questions, so now not necessary. I actually want to ask totally different questions, so I don't think that it's applicable right today. No, today what is relevant to us, then only. Mm. More, 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 hai desu ka? Miyuki san?
Whatever is there, give something, tell something.、はい、いいですか質問。はい。If I ask, you should say, okay, I understood everything, so I have no question. Then, no problem.、それで、はい。この間、欲望の炎のファイヤーの話をされていて、ファイヤーが小さいうちは、自分でファイヤーエクスティングイッシャーで消せる。で、大きくなっていくと自分では消せなくなってくるというお話がありましたが、その火が今どういう大きさなのかっていうのはどういうふうにセルフチェックしたらいいのかなと。あなたの中にどれくらいありますか。あなた自分が理解しないと他の人分からないですよ。分からないですね。いや、自分でどのくらい消せるか消せないか。内省するが一番いいじゃないですか。そうしないと他の人はあなた心の中に入ってチェックするができないですね。パイアルマンそれはできますけれども、うちの中に入って。ですけど、心の中にどれぐらいパイアルがあります、ありますはありません。それで自分のチェックしないといけないんじゃないですか。そのために内省するですね。内省するんですね。それでそうですね。内省しますと分かります。で、今、状態がどうでしょうか。はい、わかりました。そうですね。はい。リオ様、OK。I I better you all the time with questions. Don't make any additional comment. Just have a question asked. We expect some deeper question from you. I have.Maharaj, I know what I need to do. I just, my problem is practice, Maharaj. That's it. So, これは正しいです。Maharaj知ってますけれども、問題は実践ですね。と、それが正しいですけれども、実践の時が何が問題出ます。それ質問できます、もちろん。で、私は I want to practice ですけれども、again and again.何回も実践したくても、何回も何回も少しできますけれども、またできないこともばっかりです。So, okay, this is one question.、ね、But give one concrete example. For example, I want to get early in the morning, 早く起きたいですけれども、どうしてできないですか？例えば。そう。あれ、そうそう、でんね、あれ、スタートしてください。一生懸命祈っても、祈りが答えられませんので。祈りも例えばあなた神様、あなた私に読んでください。そう神様あなた希望なんですか？ラムクリシノ現れて、イエスを現れて、リオ起きてください、起きてください。その希望ですか？はいはい。そこまでだ。それで、あなたの力、努力の力入れ、あなたの中に入れますとでしょ？それ無駄になりませんか？でもそれを使う前の気づきが湧いてこないとか。Because you need to be aware, Maharaj. Okay, それで分かります。So, one question maybe, その人、ただある種質問、ただ皆さんの質問。で、実践したいですけれども、少しできますけれども、できないのこといっぱいです。どうしますか、その時。ね。This is a very important question. とても大事。皆さんのためにも、これ、皆さんのそのことを知りたいですね。How to practice、more fruitfully ですね。Okay, so, Shivani, have you any question? Maharaj, I was in a meeting, so I could only attend from 5 minutes okay, ago. Okay, no problem. What do you have? Can I say something? So, Maharaj, so after initiation, I try to meditate. No, you see, that special, it makes in a general way.
So, acha, okay, until after initiation, okay, okay. Okay, then. I what I was trying to tell you is that so while doing the japa, I still get very distracted, and so Maharaj, I find, and it you might laugh at this, I pretend I'm in the shrine in Zushi. Then it helps. Why should I laugh? There's no question of laughing here. あなた外してな、ベダント教会の祭壇にあなたいます。でそれが何がいい、いいと思いますよ。I think it's quite good because I also feel 私も外してます。我はベルマット、私はベダント教会の中、ベダント教会に住んでますから、私はベダント教会の祭壇に今それ外いらないですね。私は向こうですぐ行きますから。ですけど、私は何を想像しています?俺はベルルモットのことを想像しています。ベルルモットのタクスラームキッションのお寺、向こうの祭壇、向こうに私は入ってます、座ってます、スラームキッションの像を見てます、美しい像、で、それで敬礼してます、プラムします、それを私は想像しています。So, I think it's very good. とてもいいと思います。Okay, so there's nothing wrong. So in that way, whatever helps you to concentrate, to focus on Sri Ramakrishna, and in that imagination helps a lot. So I think it's a good way, no problem. Okay, maybe, それで十分ですね、質問。来ましたから今話しますね。Maharaj, one. Maharaj, I have a question. So you raise your. I'm asking again and again. Why don't you raise your hand? Okay, okay, tell me. Me? Okay. Kokoro no control ですね。Control っていうのは押さえつけるっていう意味もあるんですけれども、can I use the word control?It's more likely better to use like a manage the mind control. Management of mind it's not an appropriate English word. Control of the mind is control of the mind. But then the control is like something that you don't want. Like okay, I just said.You better speak in Japanese. Control っていうのは例えば子供をコントロールするっていう風だったら抑え okay, 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 understand. So how to your control of the mind, what does it mean? これが質問ですか?心のコントロールは何でしょうか?それ知りたい?そう、コントロールっていう言葉を使っていいのでしょうか?ということです。あとは日本語で話しますとは制御するそのことを使ってますね。うん、でして日本語でそれ誰でも反対してないでしょ心の制御をする。それで皆さんにイメージ出てますよ。でもその制御っていうのも少しその押さえつけるっていう意味は入ってないんですか ?What is the word you are using? I don't know that word. 制御。例えば子供を制御。子供を制御。子供をに何かをしなさいって押し付ける。あ、じゃあ、OK。So, それで、OK, OK。So, don't go to that extent. So, when I explain, then you'll understand.、うんね、私は心の制御は何の意味で、私説明しますと、あなた自分でわかります、うんで。そして、こんなの出ないです。で例えば、この子供といろいろ考え、あなた出てますからね、心のコントロールイメージ。うん、そして、私説明しますとわかります。何が我々の考えで心のコントロール。ですから、コントロールはマインドは very common word.、うん、in English,、scripture, in books, that's the word it is used. Control of mind.、うん、yeah, but... No other that, word is used. Yeah, that's... I have always have a question. The okay. Okay. Okay, Rika-san, no problem. So、うん、I shall explain it. Okay. Now, what I mean, what is meant by control of mind, we will explain it.Fine? Yeah. で、Okay, that's all. それに関しての、例えば最後の例で朝ごはんを食べない。体をパニッシュするっていうふうにマハラジはおっしゃいましたけれども、その
それの体をまず、なんていうかな、パニッシュするっていうことは、やっぱり押さえつけるっていうことじゃないですか。Something、何かをしたくないけれども、それを、道具にして、押さえつけて、それから心をコントロールするっていう意味は、なんかとても、なんだろう。あ、じゃあ、OK。そこまで、そこ、その方法でしかできないのでしょうかっていう。あ、じゃあ、OK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 。So, let me answer.、Huh? I more or less understood your questions. So, okay. I think better we should これから答えた方がいいじゃないですか。結構。質問になりますから。一番最初は、これ、トシク今井さんの質問。例えば、一時的なと接続的な考えは出ます。と答えは、例えば、トシコさんの困難は、質問は、俺、ほとんどいっぱい我々毎日の仕事の中にいっぱいがそれではないですか。例えば、お金を稼ぐ、それから、家族をサポートする。で、いろいろ結構全一時的ものではないですか。と、接続的なものは何ですか。霊的なものは何ですか。それ全部基礎的な質問ですね。それについて、私はね、よ願いについて私はちょっと話したいですね。願い。それを、ちょっと待ってね。そうですね。それは願いは、3種類あります。一つは、普通です。例えば私はその場所に行きます。私は料理します。私は沐浴します。その種類、例えば考え、私は買い物のために行きます。ね。で、買い物に行きます。それが願いではないですか。願いでしょ。この種類願いは、普通の願い。Neither good nor bad。これ、悪くない。良いもない。良いではもない。わかりますね。悪いではもない、良いではもない。それはオーディナリー。で、目にいっぱいあります、その種類。で、もう一つ種類は、ネガティブデザイア。ネガティブデザイア、例えば否定的な願い、と悪い願い、それが欲望を言います。もう一回言います。悪い願いは何ですか？否定的な願い、それから
欲望、それが否定的な願いです。それは悪い願いです。ね、悪い。良い願いは何ですか？良い願いは肯定的な願い。これは霊的な願い、道徳的な願い、それ全部は他の人を助ける、お世話する、その種類願いは良い願いです。もう一つ言葉を使います、皆さん。すぐわかるかもしれない。全部、ラジャスとタマス的な願いは、否定的な願いと欲望です。すべてのサット的な願いが肯定的な願いです。良い願い。大丈夫ですか？イメージちょっと出ました？と、サットと肯定的と良い願い一緒です。ラジャスとタマス願いが否定的と世俗的と悪い願い。で、サットとラジャスとタマス詳しいことはバガヴァッド・ギーターの中にあります。その話ありますともっと時間結構かかります。それでは皆さん見てください。17章、18章の中にサット、タマス、ラジャス、とても詳しいこと、コルマについて、働きについて、働く人について、知識について、食事について、喜ぶについて、楽しみについて、みんな詳しいことあります。何がサット的な基準、何がトモスとロジャス的な基準。それで皆さん分かります。ね、トシコマイさん、分かりますか？え？はい、分かる？はい、よく分かりました。そうです。それをチェックしてください。で、今、もうちょっと説明します。例えば、さっき言いましたね、オーディナリータイプ。普通は例えば、家族のためにお金を稼ぎます。それ悪くないですね。欲もない。これは普通です。どうですか？自分のサポートのか、自分のサポートのために、家族のサポートのためにお金を稼ぎます。それが悪くない？絶対。欲もない。これ普通です。皆さん、そのイメージは出ませんか？例えば、ドレス、服。それから食事食べます。良いヘルシーフード食べます。グッドレス。ね、良いドレス着ます。悪くもない。良くもない。普通。それから、to have some innocent entertainment。例えば、無邪気。無邪気種類の楽しみ、無実の楽しみ、どうですか、イメージ出ますか？イノーセントファン。イノーセントファン、どうですか？この何が使った方がいい？イノーセント、例えば、無邪気、無実、それがイノーセントではないですか？マラジ、I think you should use maybe 純粋な。純粋で、pure entertainment is, I think, the image does not come. Anyway, in this case, 純粋 is also like naive or pure, not. Okay, suppose innocent is
go some for sightseeing. Just give an example. ね、景色を見ない、見るために結構行きます。It is just innocent. 楽しみではないですね。We cannot call it 純粋。Maybe it's just better say this fun has 悪くもない、良くもない。ね、It is just natural. 普通。ですけれども、問題がいつその願いがいつ欲望になります。それが大事なポイントです。みんながニーディです。生きるためにこれが必要です。need。But when it becomes greed, then becomes the problem starts.皆さん理解できました？これ全部必要です。食事必要です。服必要です。ファンもいいです。お金稼ぐ必要です。ですけれども、それが greed、いらない。本当は結構ありますけれども、もっと欲しい、もっと欲しい。そのポイントから、その need、物質の願いが悪い願いになります。欲望になります。どうですか？みんなイメージ出てますか？え？それで気をつけないといけない。前は言いましたね。need and greed。他のインド大使館に取る時だけ、他のディスコースの時に、とてもとても大事な二つ言葉は、need and greed。そう、プツの願いが悪い。願い立てで欲望になります。Need and greed。So need。Need and greed。見えますか？ OK ですか？見えます。OK。So need が必須やもの。Or greed がいらない。ですけど、もっともっと accumulate、もっと gather、ためる、改める、ためるですね。その時を気をつけないといけないです。その時は desire comes。So everyone has to be 実践したいなら、とてもとてもそれが気づきです。それが気づき。So that need does not become greed. それが気をつける、それは一つ気づきのエグザンプルです。Awareness。So, Mahatma Gandhi said, the world has sufficient resources.、ね、この世界の中にいっぱい皆さんの need、必要なものをサプライするものいっぱいあります。But世界の全部のものは一人様の欲望を満足するのために十分ではないんです。一人の欲望を満足するのために世界の全部のものは十分ではないんです。So, 考えてください。Greed. How much it can become. どれぐらいがいっぱいになるの可能性は一人様といっぱい。我々いっぱい人ですけどね。そして Need and Greed.それから、これとてもとても実際のことですから、皆さんそれ、ね、皆さんすごいわかりますでしょ？絶対可能性あります。Need becomes greed. And unless we become aware, 気づいてないと絶対出ます。内省してください。自分でわかります。自分のレベルで。When need becomes greed, turns to be greed,
then it becomes a secular desire. Then もう一つ positive desire なんですか？と先言いますチェック、チェック、チェック、チェックする。それがチェックする。で、when need becomes greed。いましたね、としこさん。チェックしてください、チェックしてください。それが一つです。なぜなら、it becomes so 無意識で、それが need becomes greed ね、無意識で。で気づきはないと、絶対可能性あります。それのためのチェック、チェック、チェックは良い気づきです。気づきの別の言葉はチェック、チェック、チェック。OK、今それから、もう一つその感じ、その関係で言います。みんな一時的ですけれども、信者のために、本当は世俗的と霊的なものはその分けません。全部霊的なものです。ですから、何が違う？違うは神様の一時的な現れ、あ、神様の永遠なもの、永遠な本当の何が本性。そう、一時的な現れと神様の本性。そのことを考えて、家族、仕事、全部神様につながって、ね、つながっている。それを考えてください。お金稼ぐ、それも神様の一つ何が、ここ、例えばこれも一つ神様の、これ何が、これ、我々について神様のその助言はそうです。なぜなら、お金稼がないと自分の家族をサポートできない。あ、家族だけではない、家族の中に神様がいます。と、その家族の神様のサポートのために、お金が必要ではないですか？その感じで、何も世俗的ではない。絶対一時的です。それちょっと考えてください。本当は一時的ではないですか？仕事も一時的です。家族も一時的です。ですけれども、神様の一時的な現れ。それ考えてください。普通の人はそれを考えません。そのことを考えますと矛盾は出ないんです。ね、としげさん分かりますか？ね、全部一時的です。それは正しいです。ですから、それは神様の一時的な現れです。信者のために神様の一時的な現れが十分ではないんです。神様の永遠の姿も見たいです。合わせる必要です。それのために、みんな一時的な現れだけではなく、神様の本当の本性。それも俺は理解したいです。合わせる。普通の人は一時的なもので十分です。これ、その人の世俗的な人言っています。あ、霊的な信者のために、なぜか家族も大事でしょ？家族のためにお世話も大丈夫でしょ？お金稼ぐも大丈夫です。で、それは神様の一時的な現れ。で、一時的な現れだけでポカしますと幸せは出ないんです。そのために、神様の永遠の本性も考えないといけない。それのために瞑想、それのために祈り、それのために聖典の勉強、それのために神様の名前を唱える、それが合わせる。一時的と永遠。両方姿。どうですか？大丈夫ですか？そうすると矛盾出ないでしょ？信者のために矛盾出ない。そのことを考えますと。そして覚えてください。全部神様の全部のものをつながっている状態。connectedness。get everything connected with God.
で、次は、まあ、ポジティブデザイアあります。ポジティブデザイア何ですか？例えば、ある種類願いを満足すれば、ね、ある種類願いを満足すれば、我々はもっともっと清らかになります。もっともっと純粋な楽しみはできます。もっともっと幸せはできます。もっともっと無執着の状態は出ます。もっともっと自由はできます。束縛から自由。もう一回言います。何が肯定的、サット的な願いの印は何ですか？ある種類願いは満足すれば、結果はもっと純粋になる。幸せは出ます。自由は出ます。楽しみは、純粋な楽しみは出ます。それが基準です。クライテリア。例えば何ですか？我々は勉強したい。聖典の勉強したい。それをしたい人の願いではないですか？勉強したい。ベダント教会に行きたい。瞑想したい。みんな願いでしょ？したい。そのためにバッダ、I want to。I want to meditate. I want to go to Vedanta Kiva. I want to study scriptures. みんな want でしょ？願いでしょ？So this type, この種類願いの満足します。と意味なんですか？願いだけではなく本当は出ます。勉強のために勉強会のに出ます。それは満足しますでしょ？その願い。しても、我々、もっともっと何が。理解できます。神様の。それの結果で何ですか？幸せできます。純粋になります。わかりますか？何が肯定、何がそっと的な願い。何が肯定的な願い。ポジティブデザイア。で、もう一つ面白いのは、スワミジね、ビュエカナンダに、ある信者は尋ねました。スワミジ、道徳的な生活の基準は何ですか？道徳的な生活です。エティカルライフ。エティカルライフ、what is the criteria of an ethical life? とても大事な質問。ね、道徳的な生活の基準は何ですか？シャミビベカンのアンサーもとてもとても面白い。とても大事。He said, don't repeat that act for which you had to repent once. 例えば、ある種類欲望をある種類願いを満足して後悔出ました。後悔ですね。Repentance、後悔。その種類願いをこれから満足しない。これが基準です。一回だけもし、どうしてそのことを私はしましたよくなかった。それが後悔でしょ？心の中に痛い。我々の問題は、出ても忘れても、出ても忘れてます。もう一回。で、同じ本当は我々欲望を満足して、また心が痛くなります。普通はそれではないですか？これはネガティブデザイアです。ね、わかる皆さん大丈夫わかりました？ね、ある種類願いを満足しますと、後で後悔出ます。と、それからやめた方がいい。これからしない。なぜなら、基準は何ですか？何が後悔出ましたから。我々の中に
良心のコンシャンスですね、良心心、それを反対しています。それが基準です。それから、もう一つ、another time、別の前後がシャミジの同じことを言いました。What is? どちらがいいこと、どちらが悪いこと。とシャミジ said、それもとても面白い。Anything which leads to anything, any thought, any work, which leads you to the truth, leads you to the God, is good. Anything which takes away you from the truth, from the God, is bad. 今日本語で言ってます。例えば、ある種類仕事、ある種類考え、ある種類やり方、もし神様に向けます、真理に向けます、その種類やり方、その種類考えがとてもとてもいいです。ある悪いなんですか？ある種類考え、ある種類やり方の結果で我々は神様から、真理から離れます。離れる。その種類仕事、その種類やり方、その種類考えは絶対ダメです。よくない。そういう、これが基準です。今、皆さん個人的で考えてください。チェックして、それがチェック。本当はこの種類やり方で私は真理に向けます。神様に向けます。神様から離れます。結果として。それはチェックしてください。個人的で。どうですか？説明が大体理解できましたか？そう、個人的でそれが一つです。なぜなら大事は何ですか？神様に信者のためにですね。もちろん。我々は信者。神様に向けたいです。真理に向けたいです。それが目的です。目的です。と、この種類仕事、この種類やり方、この種類考えは、神様に向け何が導きます。ある反対。神様から離れています。導きます。ある反対。離れます。それが基準です。それが気づきです。それがチェックです。皆さん気づきについて話ありますでしょう？結構わかりますか？それ一緒にその理解してください。何が気づき？それするものが気づきです。いつも気づいてください。Be aware. Be wide awake. Be aware. Be aware. Be aware. Always be vigilant.目覚めてください。目覚めてください。目覚めると気づきは一緒です。Always be awakened. で、次の質問は何ですか？これ、三田村さんのこれ気づき的のことについて、気づきは全然できない人のために助言は何でしょうか？それですか？三田村さん？はい。はい、そうです。気づきがない人です。気づきがない人ですから、最初は、例えば、ファーストステップ、2つあります。1つは、聖典を勉強して、それで分かります。何が大事なものです。それは何が気づき。それで1つイメージ出ます。もう一つは神聖な交わり。ね、一番何最初はできない、イメージも出ない。イメージ作るのため、最初イメージ必要でしょうね。エグザンプル必要ではないですが、例必要ですね。その人にいっぱい説明しますとあまりわからない。その人のために例必要です。エグザンプル。それのために一つは、スラムキシの福音の中に何回も言っています。皆、カズシャのために、
神聖な交わり、例えばその交わりはとてもとても大事です。なぜなら、それは何の種類が、これ、霊的な清潔は何ですか？お坊さんを見てそれが理解ができます。それが一つは私の考えで、それが窓口です。ね。と、聖典の勉強、もう一つは、さっきの神聖な交わり。それで大体イメージできますから、その後から人生の目的は何ですか、それも理解できます。その後から、次のが実践するが大事です。実践の時、その関係で気づきのこと出ます。ね、一番最初は気づきますと分からないです。できない。そのために段階やります。ね、窓口先の聖典の勉強。例えば、聖典の最初はね、そのために、仏の一番最初はバガヴァッド・ギター、ウポニシャドはそれではない。神様のことあります。物語もあります。合わせて。例えば、これ、ジョジシ、ラマヤのジョジシ、モハファルトジョジシ、これ面白いでしょ、その人が、物語結構ありますから。ですけれども、本当、エッセンスは霊的です。その種類本、一番最初からあなたを受けの人勉強してください。全然やる気でないです。そして、それのために、ヒンズー教の皆、聖者たちは、その種類本を作りました。プラーノ。ね、ジョジシ、ラマヤ、モハーバル。それ皆さん物語好きでしょ？その物語好きですから、それが窓口です。で入って、例えばモハーバルと、とってもとても面白い。ジョジシです。とっても。ですけれども、本当の何が、エッセンスなんですか？バガヴァッド・ギーターです。もう執着。ね。パンダヴァ・ブラザー、みんな王様になりますですね。王様に伝ったドゥルジャノを、敵を殺して王様になって。最後なんですか、モハバルトの最後の部分なんですか、皆さん、それも全部やめ、放棄して、ね、モハープロスタン、ヒマーラヤに行ってます。それ、モハバルトのエンディングだ、それで。と考えてください。放棄のことを言ってます。最後の。それがその感じで最初は、ね、何がそのように勉強してあったと神聖な交わりでいろいろでそれの後は人生の目的についてちょっと気づき出ますそれで、ね、分かります人生それのために実践とその時一緒に気づきも一緒に出ますそれがやり方です、OK、それから次の例えば質問なんですか例えば気づきについて育子さんいましたね育子さんと気づきについて話していましたね、はい、で気づきは何ですか気づきは本当は我々何の目的ある仕事あるやり方の目的は何ですかそれ、いつも思い出す。それが気づきです。思い出してチェックする。本当は、目的と、何か、means and goal。目的とやり方。目的と道。合わせてますから合わせてない。そうしますと、やる気出ます。そうしないと、時々、マシンみたい。ね、これ、可能性もあります。例えば、これ108回は何がイニシエーションの後はその助言出ます。何が少なくても朝、あるいは夕方108回神様のモントラを唱えてください。どうして目的はあなたそうしますとだんだん神様のことを思い出します。それが純粋になります。神様に、ね、それ最初に神様に向けます。進みます。それが目的でしょでそれの一つはやり方なんですか例えば何ですか方法これジョブしてください。神様の名前。
ですけれども、目的のことを忘れますと問題は何ですか？ジョプンですね。ジョプします。クレジットのメカニカルね、マシンみたい。ね。やります。なぜグルいましたから。108回いますけれども、like a machine。モチベーション、本当は感情を合わせてジョプをしないんです。There is no feeling. It is like a machine. でそれもみんな、例えば、みんな自分の個人的な仕事の関係で、それ可能性ありますよ。例えば、主婦ですね。主婦の本当は目的は何ですか？で、本当は、例えば、また同じこと言ってます。これが信者のために。だって、あれ信者、主婦は信者ですね。信者は何を考えます？我々は、旦那さんと息子と娘の中に神様いますから、それを我々はお世話します。その目的、ね、それのために満足するために我々は料理します。その目的のことをもし忘れますと、それは何が？これ、その気づきはないと、で本当は何がこれ料理しないとでいけない料理しないといけないからいけないですから料理してますですけれどもこれ一つもちろんできますもう一つはこれ料理するの目的はお世話するそれも気づきありますとどうですか違いますんですか一つその目的のことを忘れて義務だけデューティーだけ考えますねデューティーはハウス I have a duty just you think of duty それが本当は dry 例えば本当にねそれであまり進まないんです a duty plus 感情Duty with love. 愛を込めて、もし義務をしますと、その結果で進むことができます。ですね。それのために気づきは大事です。What is the purpose? 何の目的であなたはそう仕事してます。それ、はっきり最初から理解してください。はい、で、理解して、その目的のことをいつも思い出す。それが気づきです。はい、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。OK。それからもう一つ何ですか ?How to リオさんの質問は How to practice more fruitfully? どのようにもっと何が今何回もやりたいですけれどもできない全然ではないんですけれども、もっとできたら嬉しいです。ですね。で、それはどのようにできます？それのために、意志の力を増やさないといけないんです。意志の力。Only one way is that 神様も助けれません。本当これが助かるです。神様は絶対それを助けません。なぜなら、神様は我々の中に力は与えています。ウィルですね。それを増やさないといけない。そう、これの、それのために、意志の力が一番大事です。もし、意志、二つです。一つを我々はどうしてそのことをします？それを気づき。もう一つは意志の力。Two things are important. Awareness and willpower. I don't know any other way.私は別の方法が知らないんです。もし進みたいなら、一つは何ですか？何が大事です？気づき。何の人生の私の目的は何ですか？ As a devotee, 信者ですから、本当は私の人生の目的は何ですか？ As a devotee, 信者。それは理解して、これを気づき。もう一つは、実践の時、さっき言いましたね、実践しないといけない。実践のとき、will force。意志の力。意志の力、どのように増えます？いろいろ方法あります。
最初は簡単なスケジュールを作って、同じスケジュール、スケジュールの例えばある例えば実践、同じ時間、それがとてもとても大事です。意志の力の関係で。Same time。例えば、もし2つだけ、その時間の前寝ます。その時間の前、起きます。Just two。例えば、自分で決めてください。私は絶対、とてもとても例外、たとあるいは例外の可能性ありますけど、できない。普通はそんなに特別な原因はなかったら、例えば私は11時前絶対寝ます。11時半、12時前絶対寝ます。それを合わせて、次の朝絶対5時の前起きます。絶対6時に前起きます。それ一つは、本当は実践する。で、それの後は起きて、それがその時間に我々は瞑想します。で、その時間に、例えば3分、5分であまり構いません。で、私は問題は何ですか？結構バラバラになります。ある日6時、ある日6時半、ある日7時。そうしないでください。そして、just make some simple schedule 3つだけ just only 3 schedule thing 寝る時間起きる時間と瞑想の時間 and stick to it その感じで出ながら意志の力は絶対出ます so this is the one way and それでその関係でできないならば、先にですね、罰する。体を罰する言いますね。どうして言いました？なぜなら、心を直接罰するできないですから、それでは関節ね、直接できないですが、観察の方法です。さっき芝に言いました、釘を、some sort of austere、ね、austerity。それの例えば、さっき言いました、もし私は今度はできませんでしたから、で、これ開けてないですから、OK、今日は朝ごはん食べません。もう一つは、それしないと朝ごはんは食べない。だ例えば、お昼ごはんはその感じで、ちょっと断食します。沈黙します。ね、いろいろ方法、それ他の人から助言より自分で考えた方がいい。Then it shows that you are serious about it. それはなかったら してもいい、しなくてもいい。その種類考え出ますと、本当はこれ、最終的にあまり進まないです。So, we must increase our willpower. ね、willpower.と自分のウィルパワーは自分のフォアさないとか他の人を助けることできないんです。So, small, small practice ですね。その種類小さい小さい practice で、あなたは例えば、もうちょっと個人的で考えてほしいです。どのように、No, yeah, that I am really serious about spiritual life. 本当は私は serious ですね。霊的な先生。そして、どのようにその何がそれができる、それ自分で考えないといけないですね。私はちょっとヒントだけいきました。で、それから、job なんですか？もう一つ質問なんで心のコントロールに行ってますね。これ、リカさん。She left Maharaj because some students came to her house. Okay, so then, I just give some so that she can listen later. So control of mind. The 心の例えば制御するの意味例えば何ですか？これ
我々自分の経験がありますね。我々の例えばそれやりたいですけれども、やることできない。どうして？なんか心は私のことを聞かないんです。私のことを聞かない二つ例は例があります。一つはそのことを私やりたいですけれども、心は反対しています。でしない。もう一つは私やりたくない考えますけれども、心それも反対してそれはやります。それが二つが例です。例えば何ですか？ For example、 皆さん見て例えてくださいね。それも関係あります。心意志の力。 You want to see a video、ね、例えばあなた一つは友達から友達あなたに教えます。そのビデオとても面白い霊的なビデオですね。それとあなた見て見てください。あなた YouTube に入ってそのビデオを見ます。で皆さんこれよく知ってます。そのビデオを見ますと右にいっぱいビデオのイメージ出てませんか？ YouTube ありませんか？とあなたその時どうします？例えば最初はその、まあね、最初の一番最初のそのビデオを見て、すぐ右にいろいろビデオありますから、これちょっと面白いではないですか、それちょっと見た方がいい。でそれを OK 少しだけ見ます。それで終わり。でまた別のイメージ結構出ますね。面白いイメージ出ます。 OK それも見ます。面白いは、あなた一番最初の目的は、あるビデオを見ます。ある時間でできます。ですけれども、あなたは最終的に、ね、時計をチェックしますと、あなたは一番最初、例えば9時、夜9時に、あなた始めましたね、見る。本当は時間が12時になりました。3時間。この3時間の無意識で、でできましたけれども、何が問題その関係で、一つは、時間結構無駄になりました。で、次の朝は、の起きるの時間は、ね、できません。起きる、決めた時間に起こることはできませんでした。一つの問題。もう一つ何ですか？意志の力です。意志の力です。意志の力は、例えば、あなた本当は何がそれだけ見ます。他のいっぱいイメージ出ますけれども、見ない。見ますと、意志の力は弱くなります。It will become weak.わかりますか？ということを皆さん。そして私の最初の目的、それだけ見ます。それで後で絶対クロスします。それ一つが例です。エグザンプル。もう一つ何ですか？面白いは、あなた最初は目的なんなら霊的なビデオを見ます。目的ですけれども、一番最後のビデオをと、それの前の一番最初のビデオの全然関係ない、それの可能性あります。ありませんか？どうですか？皆さんの経験。あなたそのビデオだけ見る、それは目的ありますけれども、一番最後のビデオを比べてください。全然関係ない。それだったら何が？時間が無駄になります。エネルギーが無駄になります。スケジュールを従うことできません。意志の力は減ります。それはみんな一つずつ例です。
で、それのために心のコントロールはそうです。心のコントロールが何が実践はそうです。見た、最初これだけ見ます。で、心の教えます。ですから心は絶対例えばね、他のものを見たい。で、他のものを見たいなら、で、あなたもそう見ますと、それは心のコントロールはできないんです。あ、もしあなたは心をコントロールで、できます。一つだけ時間あっても、他のとても面白いビデオいっぱいありますけれども、私はそれを見ないで、これ目的で私は今、これコンピューターをオープンしましたから、それでクロスします。絶対。わかりますね。で、それが一つは、霊です。それ皆さんの経験の中にあります。だからまた別です。心のコントロール。あなた、皆さん、今結構ありますね。携帯持っています。携帯は、それも何ですか？毎日毎日何回も何回もチェックしないんで、決めた時間、例えば3時間ぐらい後1回チェックします。3時間ぐらい後チェックします。その感じでそれを従いますと、それも結構助けますと思います。そうしないといつも心は何が、最初は心の中にそれは願いです。ね、一回見たいです。何が見る？それの問題は何ですか？一つ問題は心は落ち着かなくなります。The mind will become restless. もう一つは時間が無駄になります。もう一つは心のコントロールができなくなります。ね、でそれのために皆個人的で個人的で考えてください。どのように心のコントロールの実践します。どのように意志の力、意志の力と心のコントロール結構関係あります。ね、意志の力、will force and control of mind。will force ができないとコントロール of mind が無理です。意志の力もし弱い、弱くなりますと無理です。コントロール of mind できない。そして、意志の力も増やしますと、コントロールマインはもちろんできます。で、それ以外、他の何ですか？例えば、瞑想。瞑想で心をフォーカスって言いますね。心をフォーカス、あ、それ、何のフォーカスの対象なんですか？とてもいいものですね。霊的なもの。で、それをフォーカスしますと、それも助けます。コントロールマイン。で、コントロールマインの何ですか？言うことは何ですか？私は何か心を何でも命令し、私と心一緒ではないです。コントロールマインの一番基礎的な理解は何が大事です？私と心は違う。私は心は同じものであります。私の心、心の私は、私が、皆さんそのことを使ってますか？心の私？言って、いや、どうですか？それ話してますか？え？プス、私の心言ってますでしょ？心の私が、私聞いたことないんです。心の私。と、心ですけど、今の状態は本当に心の私です。I belong to mind. Not mind belongs to me. と、心のコントロールできないの意味なんですか？ Because now, I belong to mind.心の私です。変、そのことを聞きますと、ちょっと変で、なんでか、変聞こえませんか？え？私、心の私です。ですから、本当、今の状態はそうです。内省しましょう。Actually, 私、心の私です、今。ですから、本当の状態は正しい状態なんですか？私の心です。私は主人です。心は召使いです。ですけど今、心は主人になって、我々召使いになって、心の奴隷になりました。slave of mind。そう、心のコントロールが無理です。そう、心のコントロールの大事なポイントは、私は心の持ち主になります。何でも命令しますと、心は絶対従います。
それが心のコントロールです。OK、大体終わりましたと思います。大丈夫ですか？よかったと思いますね。質問ありますと皆さんに質問して。OK？ メニューにコメントありますか？三田村さん、どうですか？ありがとうございました。OK、大丈夫です。としこさん、どうですか？よくわかりました。ありがとうございます。それで今はそのことを理解して、ね、実践しましょう。OK。次のクラスの時、我々は何が前の話ありますよね。これ、カーマとクロダをこれコントロールのために、バガヴァッド・ギーターの一つあります。体、感覚、それから心、と知性を何か超越する一つ方法ありますね。超越するの方法。それ超越しますと感覚と心のと知性のコントロールができます。なぜならバガヴァッド・ギーターの考えでその3つの場所にカーマは存在しています、ね。感覚も一つ場所、心も一つ場所、知性ももう一つ場所。向こうにカーマは存在しています。そしてそれを超越しないと、それをコントロールができないんです。それはバガヴァッド・ギーターの一つは、これ、説ありますから、それを我々は説明します。大丈夫ですか？OK, so next class, 来週。ね。来週です。OK, ありがとうございました。皆さんお元気で。オーム・ポール・ナマダ。पूर नमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु